神大工事神大工事は長崎県運前市国見町にある重要伝統的建造物群保存地区として選定されている地域の名称。選定地域は南北約450メートル、東西約250メートルで面積約9.8ヘクタール。神大地区は中世には人大気液の支配下にあったと伝えられる。戦国時代には熊城市は 龍造寺氏と対立し、後、その配下に入る。その龍造寺氏も、天正12年、龍造寺高信の戦死によって崩壊し、神内地区は佐賀藩鍋島氏の支配下となった。当地区には鶴亀城があったが、一国一条例により、廃城となっている。1608年に佐賀藩初代藩主、鍋島勝重は、重心で、 自身のおじにあたる鍋島の部府に統治を含む高木軍内四家村を与え佐賀藩人大寮が成立した。その後、元禄期の第四代当主鍋島笠見治おさむの第二、鶴亀城の東側に現在の上代工事が整備され武家屋敷軍が形作られた。人大工事の北西にあった陣屋の後には鍋島邸が立ち、国見人大工事歴史文化公園鍋島邸として、 整備されている。2005年7月22日に重要伝統的建造物群保存地区として選定され、2006年には平成18年度都市景観大賞、美しい街並み大賞を受賞した。ありがとうございます。